んでもないクオリティのアイテマップに訪れた害虫一行は、視聴者に気を使ってクソみたいな慣れない解説をし、苦難の撮影。途中、超ソフという脅威に襲われ、もうダメかと思われたが、ひぎ後回しでなんとか切り抜け、無事にガチャへとたどり着く。ゴミ性能のネタ枠武器、なんとも言えない中当たり、みっマウスに襲われ、これはボスかというところで、害虫が謎のバグを引き起こし、見事動画化を達成する。運よく、最強武器を手に入れ、装備を整えた害虫一行は、さらなる苦難へ立ち向かおうとしていた。じゃあ、始めますか。バチコイ。ポチッとな。あ。ザ・レイド2とりあえずこんな感じで敵が出てくるから、こいつらを蹴散らせってことですね。で、こいつらを倒すと TP が溜まると、この黄色いやつがある程度溜まった時にチャージすれば特殊攻撃が出せるよ。え、マジマジよ。あ、なんか溜めてる。これを発射。あはなんかすんごい弱そう。はっはっは、私のチュロスのサビにしてくれるわ。チュロスのサビってなんだ。自分で避けて自分で突っ込むね。くれ俺のひんやりアクス。絶妙にダサい名前つけてるっていうか。あ、すごい、来るじゃん、これ。すごいね、これ。俺の斧に攻撃されて、おー、ノー、なんてね。唐突なダジャレに、我が氷、氷の斧だけにね、って。セカットしてやろうか。あ、チンチンチン。チンチンがさ。なんつったもん。わー、すごい、ボス。レベルごとに5000が出てくる、ね。すごいね、これ。5000が出てくるってなんだ。あれだね。ミュータントゾンビみてぇな。うわー、竜巻。あれだね、今のところで回れ説ですからね、バット作って。いやー、編集量減らすな。おー、いてててて。うわー、下から下から。なんか、戦国バサラのお位置みてぇな。誰がわかるんだよ、シューが全然似てねえし。チク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 とね、体力を減らしていく。あー、全然気をつける。あ、お、倒せた。クソザコでしたね。おー、スケさんが出てきたわ。ウェブが重ねることに気もどんどん強くなってくるから。おー、ウィザスケさんが出てきた。みんなのトラウマだ。おー、もうネザーで何回殺されたことがあった。本当に死ねよ、このクソの負担。口悪ね。あ、ボス。あらまがしいやつができた。こいつさ、さ、こんなさ、ボーベルデみたいなの背負ってさ、よく戦えるよね。これ発泡スチロールなんじゃね。あー、にしてはセンスあるな。うわー、痛い。もう何？鳥の糞飛ばしてくんじゃん。鳥の糞じゃねえよ、ドクロだよ。うざい。あ、どうした？うおー、何これ？インクボリさんじゃん。先の見すぎじゃないですか。ええー。前結構見てただけだから。もうあれだよ。過去の英語。過去の英語何それ。てかほら、アンドレッドドックスじゃなくなったのよ。あ、ほんとだ、あれだ。ただの悪いおっさんじゃん、こいつら。ゲームでぶち込んどけよ、こいつら。世界観のところかも全部壊れてる。そいつ凍らせるのいいんじゃないこれ。冷凍保存だ、冷凍保存。あはは、怖い。ゴーレムさん悪に願いちゃったんだな。ふんふんおじさんが作ったんじゃないですか。あー、なるほどね。そういうことか。だから、作った人の思いがちゃんと込められてる。職人だよね。たくみだから。その職人の作ったものは確実に潰しに行く俺ら。まあ確認じゃない、ね、今残虐な殺しがよう当たってる。着物も殺して、作ったものも殺して、金の赤やつは俺らだったみたいな。反対の。ねえ、なんか乗ってるじゃん。先に下のペット倒さないといけないんだ。マジかよ。くめんどくさいじゃん。うわぁ、しかもなんかくせえ息吐いてくる、もう。近接地味に痛いんだよな。あと矢が痛い。あした死んだ。許せ、動物保護団体。怒ってくるかもしれない、動物保護団体が。滅亡の呪縛。あ、お前当たってねえじゃねえかよ。俺は今日という日をきっと後悔することになる。痛いです。悔しいですみたいな言い方やめてよ。おお、死んだ。こんな機械か。せっかく買ったからこれ使ってみるよ。おお、すごい天気の子じゃん。天気の子見てないけど。見てないんだよ。っていうか、そいつら水属性なんだけど。え、私に向かってくるやつは全員スピード上がってたんだけど。え、この年前どうしてくれるんですか。ごめんごめん。あ、てか、このチェストなんだけど、言い忘れてたんだけど。これを回してると、約束と
か食料とかもらえると。あ、来たこれ。あ、痛いよ。やめて、やめてください。いてー、なになになに、回転切り強いから。早く言えそれ。私はさっきそれを食らって HP6 になりました。だからもっと早く言えって言ってんのそれを。あ、やべ、間違えちゃった。ごめん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 。天気よく言っちゃった、天気よく言っちゃった。ごめんごめんごめん。お前マジで見殺すぞ。あいつね、死ぬかと思った。あ、待って、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃって。ちょっと体力いい。やっとやっとやっと。なんだって。ないのちょっと、はいはい。死んじゃうって。あー。え、ならさ、ちょっとあれだわ。逃げるね。ターゲットから外れました。超絶イモイモプレイ。ちっちゃいな、お前。ちっちゃい言うな。お前と、妖精さんで遊ぶ見てみよう。お、して遊ぶぜよ、お前。鉄製のさ、定規破ってよ。鉄板にしてよ。それ、繋がってるやん。オッケー。やったぜ。ふぅ。あー、いってぇ。ふぅ、いってぇ。勝てる気がしね。てか、こいつ勝てぇ。まだ3分残ってんだ。やばくね。ちょっとさ、ここら辺でこれ使っちゃうわ。多分最強だろうと言われている剣を。使ってしまうと思う。いくぞそいや。え、だって強くないこれ。あ、金属製だしな。おい、これさ、最初から使ったときは楽だったじゃん。お前死ぬことなかったよ、多分。あぶねえな、おい。オッケー。次はこれだって。規定時間に倒さないと復活するよ。おい、これ終わんねえぞ。終わらん、終わらん、これ。ねえ、いっぱい復活してくる、こいつ。あ、よっしゃ。てか、あれだからさ、氷属性ってトラウマでしかないからさ。ゲームでもやるでも滑るもんね。うまい。ちょっとカットで。ほらな、トラウマだろ。うわ、何あいつ。じゃあ先にバリアをこの槍で破壊しなきゃいけないんだよ。いけ、やれ。やめてくれよ。ほら。あー、外した。いけー。とどめだ。よし。よーし、これ破壊ないっす、マジで。一気に流れ込め。全然当たんねえ。あー。これでいいのよ。すごいの。あー、復活した。早く復活した。はい、よーし。マジ？何するの？ありのままの姿見せるのよ。ありのままの自分になるの。そう、違う。少しは癒されただろ。いや、マジで勘弁してほしい。召喚してこないから楽だね。オッケー、倒した。次はお菓子。あ、ほんとだ。なんか急に半身やった。でもこいつらめちゃめちゃ強いんじゃない？あー、でもほんとだ。なんか、別格。ただ、ミスさん、残るボスはあと1回目。マジで？もうさ、多分1時間ぐらい録画してるから。とっとと終わらせよう。ほんとに。マジ？あー、来たこれ。てかさ、ちょっと可愛くないですかこれ。あれ、可愛いな。これ、ちょっと。あれ、この子、あれですか吸血鬼的な感じですか？はい。戦えって。いや、ちょっと、多いですね。えー、いや、だから、ほら、ちょっとなんか、恋的な、そういうロマンチックな展開。はい、3歳のね、乙女ですから、私も。やっぱり恋しちゃったっていうか。いいから早く来てください。はい。うわぁ、カボシャ僕だ。うまそう。てかよ、こいつよ、飛ぶからよ。俺と一緒に飛ぶぜ。ちょ、お前可愛いから俺と一緒に飛ぶぜよ。あー、いいね。はい、飛びまーす。ぬぬぬぬぬ、イェーイ、キャッキャン、ふふ。あー、キャッキャン、ふふふね、これ。あー、すごい。あー、飛び、あー、なんか、ね、これ、さ、やらせ。こいつ。あー、やばい、飛びすぎてる。戻して、あー、飛びすぎてる。やめて。ね、やばいね。下手したら落下してるから。怖い。やめてください。やめてください。よし。よーし、着地。しかも1ダメージも食らわない。神。そうだ。ひどくない？おい、何こいつ。楽器弾いてくんのか。でも下手と。あー、可愛いですね、そういう。ちょっとダメなとこあるみたいな。静香ちゃんポジ的な？あー、静香ちゃんちょっとそんな好きじゃないからやめてほしいです。変なこと言うの。ひでえな。あれっすね。もうそろそろ終わるんじゃね？あ、とどめ、したかったな。私の声は儚く散った。いやー、疲れたね、これは。うん、すごかったね。いやー、ほんとに。もうマイクラじゃないんね。時代兵器はもうあながち間違いじゃなくて。うん、すごくね、楽しかったです。ということでね、次回、いつハイフランマップやるかわかりませんけど、次回も見てね、はい、ということでね。バイバーイ。